今回は新聞社について解説しようと思うんだが、突然だね。今回は朝日新聞。業績が苦しくてまた値上げをする朝日新聞ね。ではなく読売新聞。そっちなんすか？読売新聞は皆さんご存知の通り日本で最も発行されている新聞。かつては発行部数1000万部を超えていてギネスにも認定されていた。そんなに多かったんだ。しかし2022年下半期での発行部数は663万部と激減した。めっちゃ少ない。ということは業績も苦しくなってるのでは？それがよくわからん。は？まず読売新聞グループは持ち株会社1社、新聞会社3社、その他3社を合わせて機関7社という。ジャイアンツもその1なの？それで調べてわかったのはグループ全体の損益とグループ会社単体の決算のみ。それだけしかわからないんかい。全体のバランスシートが謎なんで正直経営危機かどうかわからん。それで公表している朝日新聞がめっちゃニュースになると。ちなみに持ち株会社の株主はこんな感じ。従業員と読売新聞を大きくした正力松太郎の親族が多くの株式を保有している。微妙な力関係。この公益財団法人正力厚生会が保有しているのもいろいろと理由がありそうだ。もはや漫画に出てくる謎の組織以上に謎だな。ちなみに読売新聞グループ本社の代表取締役は3人いるんだが、そんなにいるの？そのうち1人は御年96歳の渡辺恒夫。まだ代表なのくさ。